マサーラーチャイチャイは茶を意味することは、競技には、インド式に甘く煮出した、ミルクティーを指す。世界的には、茶葉に、香辛料を加えたマサーラーチャイを指す。中国語の、茶、CH に由来しており、ロシア語、ペルシア語、トルコ語でも、茶を、チャイという。大まかに分けてインドは大陸北方では、チャイが好まれ、南方では、インディアンコーヒーが好まれる。インドを鉄道で旅行すると、北方では、 社内販売でチャイが売られているが南方に行くにつれコーヒーが売られる頻度が上がっていく。インドのチャイは庶民的な飲み物で一般的に鍋や夜間により少量の水で紅茶を煮出し大量のミルクを足してさらに煮出し大量の砂糖であらかじめ味付けする。この飲み方は植民地時代にインドで作られた紅茶のうち良質のものはすべてイギリスに送られ。 インドの庶民には商品にならない紅茶の葉だけが残されたことによる。チャイの入れ方はダストティーと呼ばれる細かいほこりのような茶葉から作る紅茶を美味しく飲む方法として作られた。高級ホテルやレストラン等では英国式にティーポットとミルク、砂糖を別々に供することが一般的であり、良質の葉を使って煮出さずに入れられる。チャイは非常に甘く作られるので、インド人は 一般的に大きなカップでは飲まないことが多い。日本人がお茶を水分として飲むのに対して、インド人はお菓子を食べるような感覚で、茶を飲む。通常サイズのティーカップに対して、インド人はティースプーンに3倍以上の砂糖を入れるのが一般的であり、それよりも多く入れる人もいる。それゆえ大量に飲むことは少なく、一般的なチャイのカップは通常サイズの半分から3分の1。 程度の大きさである。また、通常サイズのカップで、チャイを出すところでは、大量の砂糖を入れたチャイを二人で分け合って飲んでいる。場面を見ることも少なくない。チャイを煮出す少女たちチャイをこす茶葉を、水から煮て、数分沸騰を続けたところで、ミルクと砂糖を加える。再沸騰したら火を止め、1分ほど蒸らしてから茶こしを、通して、器に注ぐ。量の目安としては、水は一人分で、 ティーカップ半分強。ミルクと合わせてちょうど一杯分くらいと考えれば、蒸発する分を差し引いて8分目程度になる。茶葉は一人分ティースプーン半分程度で十分で、多いと渋くなるので注意が必要。砂糖は多めが基本だが、茶葉ともども好みに合わせて加減していい。香辛料を使ったマサーラーチャイもよく飲まれる。生姜の他、カルダモン、シナモン、胡椒。 クローブなどの粉末が使われることが多い。特に家庭では粒や粗い塊のまま使うこともあり、香辛料専用の金属製のすり鉢で潰してから入れる。香辛料は茶葉と共に水の段階から入れて十分に煮出す。インドでは陶器よりも金属器の方が正常なものという考え方があるため、ティーカップと皿の代わりに金属の浅く広い器、 細く深い器の組み合わせで出てくることがある。その他の多くの店では厚手のガラスコップが使われている。露店の茶屋や鉄道の車内販売などでは小さな素焼きのカップで提供され、これは使用後そのまま使い捨てにする。しかし最近はプラスチックのカップが使われることが多い。捨てたゴミが速攻に溜まって水がうまく流れない問題が社会問題になっている。ありがとうございます。